Thank you.
Thank you.
ありがとう、メロンの曲でした。ワンタラクライのラストキャッチ、パブチ。
結構トークイベントだったんで、それでなんかすごいね、今までよりずっと仲良くなれたかなと思ってて、ねベロの通り下がピッピリピッピリしててなんかちょっと嫌な圧がすごかったんです。すごい熱いトークだったもんね。そうメロンの運営さんが、運営の話をずっとしてたんですよ。セレブ運営と事務所運営みたいなね、うん、
ゆりちゃんはあの 2つのグループとソロで活動してるから、はい、いろんな面で喋っててでこの前もあのグループとソロのことをツイートしてて、ね、深夜早朝のテンションでなんかグループにもソロにもいい面があるよみたいな良し悪しがあるよみたいなことをツイートしてしまったんですけど、偉そうにしてしまってそしたらネムレスちゃんとかキーナカちゃんとかファボしてくれて見られてるやばいみたいな気持ちになりました。じゃあ熱いガッツ、それマジわかると思ってマジわかる今日はね主催ライブでみんな知ってる人だけどなんか本当に知らない人とかのところにグループさんばっかりだったらやっぱりこうソロってこう、ね、肩身狭いんですよね。そうそうそう、ね、でなんかこうソロだけやってると心がすさむから私の場合ねみんなじゃないよ私の場合ねすさむからじゃあうっさいなみたいな気持ちでなんか楽しそうに喋ってるなっていうすさんだ心で見ちゃう。そう、はい、入りたい。私はなんかこう入りたい。どあ、あ、怖くないですか？グループに話しかけて。そう、なんかね、グループ独特のなんかこうチーム感とか、あとね、普通に出番前だから。あ、そう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 。準備してるとバタバタしてるから。そう。うんっていうのが、ね、難しい。結構。そう。っていうのでめっちゃわかると思って。そう、さっき会話にも出てたネムレスさんと、はい、今度スウェーデンにライブ行くんですよね。すごい。来月行ってきます。すごい。サリちゃんとネムレスさんと3人でちょっとチョコから行ってきて、来月会えないけどみんな生きててね生きててほしい。海外でのライブは今回2回目だ。ソロは2回目です。ソロは2回目。ま、メロンでイタリアも行ったことあるので、うんうん、いやなんか3回目。3回目すごい。でも他のもうソロで行った時はイギリスと次スウェーデン、すごいに行かせていただきました。みんなヨーロッパめっちゃかっこいい。なんかヨーロッパに認められるってなんか日本人としてめっちゃ憧れませんマジすごい、超リスペクト。イエーなんか変な感じですよ。この格好でイエーとか言ってもあんまり決まんない。いやそんなね、かっこいい。何やってもかっこいいから大丈夫。やった。かっこいい。かっこいい。かっこいい。認めてないとボコボコにするんだけど。ボコボコにするがガチなんだよね。作ってもらって。でもなんかスウェーデンに呼んでくれた人もまだ行けるかどうか決まってない段階で釘バットも用意してくれてて。めっちゃテンション高いこの人たち、ね、これ飛行機にはちょっと渡せないから渡せないからだいたい現地調達、釘バット現地調達。なるほど作っていただいて、じゃあ海外の方もきっと YouTube で見てくれてると思います。今日見てくださってると思います。カメラどこなのか見えないんですけど、ちょっと英語で言えないんだけど、ガルーさんのライブが良かった方はぜひぜひあの配信の方投げ銭をよろしくお願いします。はい、ではそんなわけで今日は本当ありがとうございました。ありがとうございました。そうだ、最後に告知。あ、はい、スウェーデンから帰ってきてからなんですけど、12月10日金曜日に目黒の鹿鳴館で私の生誕祭を開催いたします。でガルーダは毎年やってるんですけど、その日はバンドセットでやりますので、別のバージョンで見たい方ぜひお待ちしてます。よろしくお願いします。チケットはまだ発売してませんので、告知はツイッターでします。お願いします。はい、はい、というわけで今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。YouTube の皆さんもありがとう。バイバイ。